送輪走行車はタイヤ付き車輪によって走行する走行車のことである。走行車は送輪走行車と早期走行車に2分される。民間や警察機関で用いられる走行車はほぼすべてがタイヤ式の送輪走行車であるため2者を区別する必要がなく単に走行車と呼ばれる。送輪走行車と区別していう場合は両者を運用している。 軍用車両を指すことが多い。本項目では、軍用車両としての、送輪走行車について説明する。送輪走行車は、タイヤ付き車輪で走行し、早期走行車は、クローラーとして知られるリタイア無限軌道と呼ばれる装置で走行する。走行車はこれらのいずれかに分類できる。戦車に代表される早期走行車は、大重量の戦闘車両に限定されるため、 開発と生産に比較的費用がかかるが、送輪走行車は価格や用途の幅が広く、多様な車種と多くの台数が世界中で生産されている。送輪車両が備えるタイヤ圧機車輪は、舗装道路上を走行する限り、少ないエネルギー消費で安定した高速走行を行える。これは理体を持つ、早期車両ではなし得ない特徴であり、少ない燃料消費は、 長い航続距離と平坦への負担軽減を与える。早期車両は最高速度が時速8 7トル。早期式の離体は大きな騒音と振動を生じ、乗員の疲労と故障につながり、非発見性も高まるが、送輪車両ではこれらの問題はあまり生じない。こういった利点に対し、早期車両が持つ不正地層波能力、腰号能力、腰包み能力、 途半能力などの、いわゆる、路外走行性能が劣ると言える。また、早期車両が、地雷などで離帯を切断されると走行不能に陥るのに対し、送輪車両は1輪や2輪が損傷しても、走行可能なものが多い。路面にかかわらず、送輪車両の駆動系の信頼性は、早期車両より高い。送輪車両は、履帯のような、広い接地面積を持たず、 円筒形状のタイヤがわずかに変形することで狭い設置面を生み出している。柔らかな地面では沈み込むことで設置面積は広がるが角に沈み込めば走行できなくなる。必然的に送輪車両は車体重量が軽量となり輸送時の平坦に与える負担が少なくなり条件が合えば空輸も可能になる。 軽量な車体は走行圧を制約し、劣った防護能力しか実現できない。エラなどの負荷走行によって、成形策略弾、対戦車地雷や即席爆発装置のような脅威に対しては、かろうじて対応できるが、運動エネルギー弾にはほとんど耐えられない。早期車両は、陸上軍事力の象徴である戦車を早期させ、威圧感がある。戦場であれば、威圧感にも意味があるが、 治安維持活動では、軍事占領を早期させるため、地元住民に警戒感と敵意を生じさせて無用な摩擦の元ととなる可能性があり、また、ニュース報道を経由した先進国を中心とする国際世論でも良い効果は得られない。送輪車両であれば見慣れた大型トラックのようにも感じられるため威圧感は低く、無用な摩擦を避けられる。また、 警察用の送輪車両には市民に威圧感を与えて反感を生じさせないために走行防御力を犠牲にして通常の車両と大差ない外見にしたものもある。送輪車両は車体が軽量であるためエンジンや走行系全体もそれほど大出力のものは求められない。このため基本車体の価格は兵器としては比較的安価に製造・入手できる。 反対に、早期車両は、車体重量が増すことで、エンジンや走行系全体に大出力のものが求められ、これらの購入価格が走行を含む、車体価格とともに高額になる。軍用車両である、送輪走行車でも、戦闘用車両と戦闘以外の用途で使用される、車両の2種類が存在し、戦闘用車両の方が、走行は厚くなっている。戦闘以外に用いられる。 総輪装甲車では、固有の武装を持たないものと限定的ながら、武装を備えたものがある。多くの総輪装甲車は、装甲兵員輸送車を基本として、不評戦闘車型、機動砲型、迫撃砲搭載型、対戦車ミサイル車型、偵察車型、対 NBC 装備偵察車型、移動司令部型、火力支援車型、救急搬送型、回収車型、公平型、 などの多様な派生車種をまとめて、ファミリーとして開発が進められることが多い。各車種を個別に生み出すのに比べて、開発と生産のコストや、運用時の保守の共通化が図れるなど、多くの利点がある。不評戦闘車総輪式の戦闘用走行車の、最も代表的なものに、不評戦闘車がある。不評戦闘車は、戦闘地域まで戦車に随伴して6から9名程度の、 不評を運搬し、敵との戦闘においては乗車していた不評を降車させ、戦闘を行わせながら、不評戦闘車も固有の機関砲や対戦車ミサイルなどで支援的な戦闘を行う。装甲兵員輸送車に比べて、戦闘能力は増るが、収容できる不評の人数はその分だけ減る。また、装甲兵員輸送車に比べれば、装甲が厚く堅固になっていることが多い。 従来は、不評戦闘車は、戦車と共に戦場に赴き、ハイローミックス的な役割分担を行った戦闘形態が取られていた。それに合わせて、2名程度が収まった砲塔に25から3 5ト、mm、ルの中高径機関砲を装備したものが多かったが、21世紀になってからは、戦車を伴わずに、単独での治安維持活動やゲリラに対処する非対象型戦闘に、 不評戦闘車が用いられることが多くなり、機関砲の口径が30から40ミリメートルへと拡大する傾向がある。総輪戦車1世代前の戦車と同等の手法を総輪装甲車に搭載した車両はかなり初期から運用されており、一部は実戦で使用されている。これらは威力偵察任務のほか、不評部隊の支援戦力として対戦車戦闘や敵陣地、 建造物などへの直射支援砲撃を任務とする。また、不正規戦において輸送用の車列の護衛にも用いられることがある。こういった新たな戦闘車両に対する定まった分類名称はないが、送輪戦車、機動砲と呼ばれることが多い。戦車砲に相当する大口径砲を搭載することで攻撃力は高いが、走行は小銃弾程度、 よくても 20mm 機関砲弾を防ぐほどで、どのような戦車砲弾も防げず、防御力は極めて限定的である。105mm 程度の戦車砲を15から25トンという、中程度の車体に搭載することはもともと限界、ギリギリであり、走行を充実させるために重量を大きく増やせば、装輪では車体を支持できなくなるので、今後、防御力の向上を望めば、 爆発反応装甲のような追加装甲と敵弾を物理的に撃墜する APS によって強化されると思われる。ゆえに本来の用途は対戦車戦闘ではなく不評への直射火力支援であり自走不評法という言い方もできる。戦車と対峙する場合に初段で撃破できなければ機動力を活かして逃走避難を図るのが最良だと考えられ、 本格的な機動砲車両では、最新戦車と同等の高価な射撃管制装置や、センサー類が装備されていて、目標の自動追尾まで行えるものもある。対戦車ミサイルの高性能化に伴い、送輪戦車という通称とは裏腹に、この種の車両は、積極的に対戦車戦闘に投入されることは少なくなっている。例えば M1128 ストライカー MGS を、 運用するアメリカ軍においては、FM3 から20.151において、ストライカー旅団の最有力の対戦車火力は、M1134 ストライカーエイテムであって、MGS の対戦車任務は、副次的なものに過ぎないと規定した。しかしながら、直接照準の対抗警報による火力支援という点で、これらの車両は、現在でも極めて大きな有用性を備えている。 迫撃砲搭載者不評戦闘車型や装甲兵員輸送車型から小さな変更で作られるものが多く、後部兵員室の屋根を左右に大きく開き、兵員室床面のターンテーブル機台上の 81mm や 120mm 程度の迫撃砲から攻撃する形式が多いが、砲塔型で搭載したり、連想砲にする考えもある。また、主たる迫撃砲とは別に、 小型の迫撃砲を搭載することもある。対戦車ミサイル車型 BGM-71 とのような対戦車ミサイルを車体上の全周式発射機から発射する。偵察車型比較的四輪駆動車が多いが、タワー上のセンサー装置を10メートルほどにまで上げる。偵察車では6輪のものになる。機械的な偵察だけでなく石膏チームを適正地域内で運ぶ任務を行う。今後は、 無人偵察機によって偵察任務は比較的後方から行えるようになるため偵察車両も無人航空機の運搬操作車両となる可能性がある。対空砲、ミサイル車型比較的短射程の対空機関砲と対空ミサイルをレーダーと共に備え、部隊規模での防空を担う。装甲兵員輸送車装甲兵員輸送車は戦場と後方との間、 不評を運ぶための車両である。自ら積極的な戦闘は避けるが攻撃を受けた場合の自衛的な兵器として、機関銃やミサイル、敵弾発射機がパイントルマウントのような比較的簡易な形で装備される。20世紀末からは 5.56mm、7.62mm、12.7mm 程度の機関銃や 40mm 自動敵弾発射機などを備える。 遠隔操作式兵器ステーションのような形態の自衛火機も搭載されるようになっている。兵員は車体左右の壁面に背を向けて互いに見合う形で登場する形態が多い。移動司令部車内は3から5名程度の士官が前線での指揮、命令任務を行うための情報通信設備、画像表示装置、机などが置かれ、大人が立てる程度に、 車内天井口が高く作られているものが多い。司令部機能は車内で完結するが、車外へテント屋根を張り出すことで、広い空間が得られるようになっているものが多い。救急搬送型救急搬送型車両は、戦場での救急車であり、負傷者を治療施設まで構想することが役割である。単価を2から4人分程度搭載できるようになっており、加えて、 数名分の看護人用や軽度の負傷者用の席も備えられている。司令部型同様に車内天井高が高いものがある。回収車型被弾や故障によって自力走行できなくなった車両を後方の修理可能な地点までレッカー移動させることが主な役割である。また装備したクレーンでエンジン部であるパワーパックや使い込まれた方針の交換作業などの 保守作業も行う。公平型を主に地雷、腹の警戒を行うための装備を備えている。車体全部に除雷プラウや除雷ローラーが取り付けられるようになっており、これらで除雷した通路には旗が立てられる。地雷検知装置や除雷用の動爆作発射機が搭載されるものもある。地雷を敷設する役割も担うことや、地雷以外の道路上の障害を排除することも行う。 走行軽量化のために走行圧は限られ、高性やアルミニウム合金性の比較的薄い走行は小銃弾を防ぐ程度の防御性能しか持たないものが多い。戦車の走行に採用されることの多い複合走行は未だ送輪走行車に全面採用されたことはない。これは重量と厚みが増すことや価格が高いため想定される被弾リスクや 敵の脅威度なども考慮して決められたものと考えられる。車内内壁にスポールライナーと呼ばれるアラミド繊維性やプラスチック材などの飛散防護服が貼り付けられているものが多い。スラット装甲と呼ばれる金属製の柵が車体周囲に張り目を。この仕組みは、成形作薬弾を持つ対戦車ミサイルなどに対して、中空装甲と同様に最適なスタンドオフ距離より、 手前で弾頭を起爆させることで成形された高速、浸透る体が収束状態を解かれて威力を失ってから本来の走行板に達するようにしている。戦車砲弾によく使用される高速鉄鋼弾であるアプフスズ弾には無効である。高速鉄鋼弾にも成形作薬弾にも有効な爆発反応走行は箱状、またはタイル状の金属製ブロックであり、 あらかじめ工場で戦闘車両に取り付けられることもあれば、公共意な地域で活動する場合に後付けで付けることも可能であり、送輪走行車のように空輸性が重要な兵器では、軽走行の戦闘車両を空輸して、後からエラのような追加走行を加える柔軟性が有用である。ただし、エラの爆発によって生じる破片と爆風が車両周囲の遊軍不評や一般住民に、 不随被害を与える危険性があり、車両の走行自体が薄ければ、エラの爆発に耐えられず、たとえ耐えられても軽い車体への衝撃は搭載装置の故障や乗員の負傷を招く。対地雷防御対戦車地雷に備えて、車体底部を小舟のように V 字型にするものがある。送輪車両は一輪程度の破損でも走行が可能なものが多いが、 底部での爆発ではたとえ底面を突き破られなくても爆発の衝撃をうまく逃がさなければ車両が転覆する恐れがあるためである。また爆発時の衝撃によって車内の乗員が障害を受けないように座席に衝撃吸収機能を持たせてヘッドレストを備えシートベルトに固定された乗員の安全を確保するように設計されているものがある。ただ、 衝撃吸収式の座席は空間を占めるため、搭乗定員を減らしてしまう。2000年代以降、アメリカ軍のイラク中流時に、仕掛け爆弾や地雷により、装甲型ハンビーなど、既存の装甲車の被害が増加し、エンラッペと呼ばれる、地雷や井戸に対する防御力を強化した新しいジャンルの装輪装甲車の開発、調達計画が、アメリカ陸軍、 アメリカ海兵隊によって進められた。エンラッペの車種のいくつかは、この種の研究が進んでいた南アフリカ共和国製の双輪装行車をベースに開発された。その後、アメリカ軍だけでなく、イギリス軍、オーストラリア軍など、他国の軍でも使用されるようになっている。走行駆動系四輪、六輪、または八輪の独立喧嘩式の前輪駆動を行うものが多い。 四輪式では偵察者が多い。例外的に十輪式の機動砲型などもある。また、走行は全部二列四輪の走行操作で行われるものが多いが、例外的に後部二輪も走行できるものがあり、いずれもパワーステアリングである。また、走輪であるにもかかわらず戦車のように左右片側の車輪の回転の差によって向きを変えるものがある。大多数がディーゼルエンジンを オートマチックトランスミッションで減速して多数の駆動軸とディファレンシャルギアを経てタイヤを駆動するがディーゼル発電機を搭載して生み出した電気でバッテリーを充電しながらインホイールモーターを駆動するハイブリッドディーゼル電気駆動を行うものもあるタイヤは破損時でもかなりの距離まで走行できるランフラットタイヤでありタイヤ側面のカーカスまたは ショルダーと呼ばれる部分を強化したサイドウォール強化型タイヤとタイヤ内にゴム製の円盤を入れておく中子式ラジアルタイヤがある。多くの車両が操縦席からスイッチ一つでタイヤ内の空気圧を調整できる装置を備えるため空気圧を下げ設置面積を広げることで DNA でも比較的走行が可能となっている。基本的には駆動系が 車体底部を貫く構造であるため、車内空間を確保すれば早期車両より車高が高くなる。車内容石が求められる運搬用途の車両が多いのもその傾向を助長し、さらに対地雷装備として、船型底部や二重三重艇を持てば容易に転倒する車両になってしまう。浮き高能力多くの送輪走行車は1.5メートル程度の都市用水深を持つが、 軽量な車体のものは浮き航能力を備える。フィンランド製パトリアアムブは車体後部左右端にあるシュラウドプロペラによって8時速1 0トルで航行できる。スイス製ピラーニア3も同様に時速1 0トルでオーストリアのパンデュール2は2機のウォータージェットで10時速1 1トルで航行できる。車内配置車服は2から3メートル 車体長は4から8メートル弱の大きさの中で、設計すればほぼ同じような車内レイアウトになり、多くの総輪走行車両では、エンジン部は車両前方の左右いずれか片側に位置し、その逆側となる操縦士席は、その設計性参国の自動車の操縦士席の座席位置と同じであることが多い。社長や機関従手が操縦席の後ろに並列に位置するものが多く、 その後部全体が兵員室などに当てられる。車輪上の車体左右の空間にディーゼル燃料である軽油のタンクを持つものが多く、二重底となっている底部空間にも燃料タンクを備えるものがある。車体前方上面はスラントノーズの一枚平面で構成されるものが多い。車体側面はほぼ単純な平面で構成され、車両の装備が露出することは少ない。 標準装備かオプションで、車内のいずれかにエアコンと自動消火装置が備えられるようになっている。NBC 防護を備えるにはエアコンは必須となる。車体上面後部に2個程度の簡易なハッチを持つものが多い。車体後部にドアが開口しており、大型ドアでは、油圧やモーターによって床面位置のヒンジで倒れるように開口して、車外への降車登場時に、 大きなステップとなるものがあり、小さなドアでは横に開くものがある。送輪車は自力での路上走行が多くなるので、早期車両と異なりいずれの国でも、車体左右にミラーが備わっている。ネットワーク中心の戦いへの対応射程が伸びて、命中率の高くなった誘導兵器が多用されて味方が交錯する現代型の戦場では、 戦域内の互いの位置を知らせ合う情報ネットワークが必須となりつつある。また、遊軍による誤射を防ぐだけでなく、敵の位置を味方の長射程なミサイル部隊や砲兵、または空軍に知らせて、ミサイルや砲弾、近接航空支援やイダムのような誘導爆弾による攻撃を求めることも簡単になる。アクティブプロテクションシステムアクティブプロテクションシステムは、 車両に向けて飛来する敵の弾を、車体から離れた空中で撃墜する装置であり、21世紀、初頭現在、ごく初期技術に基づく APS の搭載が始まっている段階である。詳しくは、アクティブ防護システムを参照のこと。モジュール方式従来の総輪装甲車はニーズに合わせ、各目的に特化した車両が開発されてきたが、基本的に車体の設計に違いはないため、 車外は共通とし、各任務に必要となる機能をモジュール化し、必要に応じて交換することで、通信式車、走行トラック、走行救急車、自走迫撃砲などとして使用できるモジュール方式が考案された。2016年現在は、CM-32 やボクサー走輪走行車などが配備されている。ありがとうございます。